はい、本動画を撮影並びに編集をいたしております、鉄道旅行推進協議会代表の古谷と申します。最後まで何卒よろしくお願いいたします。結構つまらんですよね。近鉄京都線です。から延伸する先が高野原っていう説が有力なんですけども、実際はどうなるかわからないんですよね。そもそもリニア中央新幹線がいつできるのかもわからないのに、まあ、作ってしまったようなもんなんで、高野原になるっていう保証はどこにもないですよね。もちろん近鉄も正式にそういった発表はしてないわけですって。どっからそういった、ま、噂っていうか、情報が、ま、出てくるのだろうと、ま、不思議にちょっと思ってます。はい、高野原です。高野原行ったら確か高野原行ったらもう京都ですね。近鉄の駅の中では一番奈良市内では北側にある駅です。次は新本園に止まります。
木津川市にある駅を通過いたしました。ですよね。じゃあ新田辺に止まります。取り流しまいます。少し、しばらくはナレーションを停止いたします。4駅通過後新田辺駅です。では全面展望動画を今後お楽しみください。ではまた後ほど。
JR にも、まあ、京田辺駅があると思うんですけど、こちらの方が代表駅の扱いとなっております。
乗務員さんの交代です。まもなく発車です。扉が閉まります、ご注意ください。ここは四日市行かないとのか、四日市と、なんで話したの？扉が閉まります、ご注意ください。どこら辺や？分からへんね。ここまで行くわけになるんだ。そうやろ？これさ、ここ出たら別に、あ、この、あれ、飲ましたって言ったら、これだけ、あれって書いてあった？どれに書いてあった？書いてあった、そっちの方。飛んでたんだ。そっちの方に入ってたか。
行き各駅停車にご乗車のお客様は4番乗り場の電車にお乗り換える左側の扉が開きます。ご注意ください。出入口は広く開けて大荷のお客様をお通しください。はい、大久保駅です。まあ、JR にも大久保駅ってありますよね。もしかしたら結構大久保駅っていう他にもあるのかな。隣のホームに止まっている電車は京都市交通局所有の実景電車ですね。扉が閉まります。ご注意ください。次の停車駅から京都市の伏見区になります。ではしばらくまたナレーションを止めます。全面展望動画をお楽しみください。それでは一旦失礼いたします。
御陵前、桃山御陵前です。桃山御陵前の次は丹波橋に停まります。 This is 桃山御陵前。 Station number B8. After leaving 桃山御陵前、 This train is stopping at 丹波橋。左側の扉が開きます。ご注意ください。出入り口は火をかけて、お降りのお客様をお通しください。桃山御陵前でございます。伏見桃山城、明治天皇のお墓があるところですね。そちらの最寄り駅となっております。その他、五光の宮神社というところの、最寄り駅でもございます。京阪本線はお乗り換えになります。ただいま当駅では駅改良工事を行っています。ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。ご順に中の方へお進みください。扉が閉まります。ご注意ください。武田です。地下鉄
烏丸線はお乗り換えです。武田の次は東寺に停まります。 This is Takeda. Station number B5. Please change here for the Karasuma subway line. After leaving Takeda, this train is stopping at Toji.車の扉が開きます。ご注意ください。出入り口は広く開けて大人のお客様をお通しください。ここの分岐線から直通が行くようになってます。はい、武田駅でございます。京都市営地下鉄烏丸線はお乗り換えです。まあ、なんとか烏丸線の全面展望の撮影を協力していただいている方を募集しております。メールアドレスを概要欄に記載しておりますので、そちらからご連絡いただけますと幸いでございます。データベース完全完成までご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。次は東寺駅です。
はい、東寺駅です。新温州の東寺の最寄り駅でございます。一応関係動画は、関係動画のリンク貼っておきますんで、まあよろしかったらそちらの方もご覧になってみてください。次は終点の京都でございます。それでは閉まります。ご注意ください。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良かった、いいなって思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いいたします。他にも動画いろいろありますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。JR 線はお乗り換えです。